街道の中心街を通る中山路の夕暮れ黒衣装街道、または単に黒衣装とは中国領内省大連市佐川口区の管轄下に7つある街道の一つである黒衣装街道は大連市佐川口区内にありその街道弁事所は次の尺を管理する街道全体の総人口は96,924人である街道内には スーパー新メトクなどの商業施設が多い。また、東北在京大学、大連海洋大学などの教育機関がある。黒井小公園、尖山公園があり、海にも面していて、大連自然博物館や、岩海岸散歩コースがある。旅順難度上にあり、日本領有時代から栄えた町で、現在は、大連市中心部の中山広場から、ここまでを中山路と呼び、 ここから旅順までを、旅順南路と呼ぶ。ここから、西の旅順口区各地へのバスが発着し、大連開発区への直通バスもここから発着する。大連地下鉄1号線及び、大連有機電車2 0 2素地の黒井省駅がある。地下鉄1号線の西終点である、川口駅で、大連地下鉄12号線に乗り継いで、さらに西の旅順新港駅まで通じている。 ありがとうございます。